今日も暑そうですね。めちゃくちゃ暑そう。熱中症に気をつけてくださいということで、僕は笹塚のハウススタジオに向かっております。なんと今日メイクさんオフで働いてたリクくんです。ヘアメイクとして一本立ちして今日たまたま同じ現場でした。アパレルの仕事を一人でやるのは初めて。初めてで。そっか、じゃあ逆にこう顔なじみの僕で良かったなって。いや本当に良かったです。もうびっくりしました。良かったです。僕もいや本当に記念すべきそういう現場に一緒にできて、よろしくお願いします。お願いします。なんだっけ今日のオーダー。今日のオーダーは、うん、若くて元気なパパ。若くて元気なパパです。ちょっと僕のイメージですけど、はい、いい感じですよ。若くて元気、うんうん、確かに。お疲れ様でした。体数が今日は結構多かったんですけれども、無事巻きで終わりました。巻きでりくくん、お疲れ様。お疲れ様。またよろしくお願いします。ありがとうございます。また、撮影が終わりまして、下北沢の方にやってきました。ちょっとですね、妻に古着のプレゼントをしようかと思って、多分ね喜んでくれると思うんだよね。無事欲しかった T シャツまだありました。ゲットです。喜んでくれるんでしょうか。初めて北欧のヴィンテージ家具を購入しました。この食器棚はカール・マルムステンという作家さんのものなんですけれども、170センチの大きさがありまして、大容量の食器棚となっております。かっこいいですね。この家に来てどんな感じになるかなと思ってたんですけど、バシッとここの一面にはまって鎮座しております。ここの隣にあるこっちの食器棚をもともと妻の美和子さんが前の家から使ってたやつなんですけれども、まあ、この中に入っているものをこっちに移して、まあ、これは隣の部屋に持ってって使わない食器棚とかにしようかなと思ってるんですけれども、まあこれはかっこいいですよ。こう、お、鍵でね開閉するという非常にノスタルジックな渋い作りとなっていて、こうやってガラスの棚が段階入れるんですけどあります。で下もですね開けれて、まあ、こんな感じで結構入りますね。で面白いのがここを引くとこう小さなテーブルが出てくるという。これはどういうものかというと、こうやって、ここから何にしようかなみたいなコップとかを出してここに一旦置いて、選べる。まあ逆にここに一旦洗ったものを置いて、ここからこういうふうにしまえるみたいな、ミニテーブルがついているというギミックです。かっこいいですね。あ、そうだ、じゃあここに今、妻が仕事に行っててもうすぐ帰ってくるんですけど、ていうか迎えに行くんですけれども、買った T シャツをこの中にも入れとこうかな。おかえり。ただいま。何撮ってんの？あ、Vlog。お疲れ様でした。着いたな。プレゼントよ、プレゼント。何何？お、フィルム。もしかして。プレゼントだよ、宮さんが欲しがってた。ね、似合うかな。本当に買ってくれたの？わあ、ね、嬉しい。買ってくれたの。おこんな役出てくる。顔認識してる、マイケルのこのカメラが。友達。まあよかったら来てください。え、来ます来ます。
なんか一回古着屋に行って一緒に、うん、これめっちゃいいじゃんってなって買うか。でも高いじゃんこれ。強い強い顔が強い同士だからやめとこうって渋滞してるから考える。その時は買わなかったんだけど、やっぱ来てほしいなと思って買ってきました。まあ、こういう難しい T シャツもあなたなら着こなせるでしょうと思って嬉しい。ちょっと待って、ジャケットとか着ると可愛いんだよ。相当抜け感はありますね。あ、でもかっこいいよね。意外と全然なんか、うん、キャラ強め